やべえ。に対する読者の反応集。ワニ野郎の首をふざけて切り落としたらうっかり吐き込めちまってた。とりあえず即座に落ちた頭乗っけて血管とか気管とかあらかた繋いだが、どうすりゃいいんだ。それはワニ野郎助かっても半身不随とかになるんじゃ。問題児すぎる。クロコダイル本人の生死を抜きにしても、頂上決戦時のクロコダイルだったら野良海賊だからまあ社会的にはセーフだけど、砂漠の英雄時代で会議の時とかにやったならやばい。七部会同士の殺し合いはダメだって教えたはずだが、にっこり。他の七部会ならいいけど、よりにもよって悪事露見前の砂漠の英雄が死んだら七部会全体の信用失墜&アラバスタ国民のヘイト管理がやばいやばい。戦争編なら問題ないんじゃ。オペオペなら直せるやろ。直せるよな。ロウ呼べ。ロウになんとかしてもらう。オアシーザーになんとかしてもらう。イッシートエンティ呼べ。なんかワポルの首繋いでたぞ。体は問題ないが脳から血が失われていた時間が長くて、強みの治薬と能力制御がまともにできなくなったクロコダイル。頭は問題ないが脊椎が断裂したせいで半身もしくは首から下がまともに動かせない&砂になれなくなったクロコダイル。同盟組むならどっちがいい？お前のせいやぞ。毎日、なんで生かした？って詰められてそう。後者はワニ自身が殺せって言いそうだけど、前者も前者で砂嵐の制御できないのクソほど危ないから回路を脊つけることになって、だいぶ鈍くなった頭抱えたただの人間になるのをいたわしすぎるから殺してやれ。これに加えて、ホグバック性動くしたいクロコダイル人形、が選択肢に入る地獄、人の心とかないんですか。奇跡的に後遺症なしで感知したとしてもドフラミンゴはクロコダイルから恨みを買うだろうし、その状態だとどっちがマシかな。クロコダイルも所用とか悪辣さ考えたら潰しておいた方が世のためなのはそうなんだけど、それはそれとしてせっかく海賊王なるぞ、って腰上げた時にこれはさ。クロコダイルがいなくなることで赤犬からルフィ助けられないからドフラミンゴ倒すイベントがそもそも発生しなくなってドレスローザで永遠に家族ごっこが続くというわな。ロー、ドクトリーヌ、マルコ、チョッパー、イッシープエンティならなんとかできるんじゃない？それかフランキーかベガパンクにロボットにしてもらうか。あくまでも応急処置しかしてないからそいつらの元に連れてくまでにクロちゃんの命か脳みそどっちかがダメになる可能性が高い。何よりドフラミンゴが自陣のロー以外に頼るビジョンが見えない。地獄。クロコダイル、は？ドフラミンゴ、は？その他大勢、は？どうもしなくていいんじゃないか。戦争の時なら脱獄臭を一人処理しただけだろ。でも同盟組みたいし。落ち着いて聞いてくださいね。普通は自分の首切り落とした狂人と同盟組みたくないんですよ。というかクロコダイルはクロコダイルで自切りくらいしてるとは思うわ。あのシーン、ここでのネタは別として、吐き込められてたら死ぬようなことを一応海軍側の七部会にされてるんだし。これ実際ミンゴは内臓だったからあれだけど、切り落とした首となるとどのくらい持つんだろうな。人間は弾頭されても数分は生きてるっていうのがマジなら、ギリギリまで時間稼いで治せるやつのとこ行けばセーフ？マジレスすると首切ったら脳の血流が一瞬でなくなるので、意識は当然その途端に消失するが、とにかく致命的な量の血が流れ出す前に繋げれたならとにかく心臓を動かし続けろ。致命的な出血量に関しては 70kg の人間が 2000ml 出血すると危険なんだが、2.5 メートルのクロコダイルだとおそらく体重はその2倍くらいなので 4000ml。脳への血流量は一般的に 60ml 分らしいので、まあ、すぐと呼べる時間で止血できたら出血量に関しては問題ないか。胸部圧迫で肺も多少動くから少しは換気もできるが、自力での呼吸が怪しいから酸素もいるか。とにかく血を脳に巡らせて酸素が入ってれば頭だけは守れる。他は知らん。ローに頼むしか。野生の戦役だな。問題はドフラミンゴにどれだけ応急処置の知識があるかだな。ローに治療頼むとしても、それまでの間にどれだけのことができたかで予後が大きく変わってくるだろうし。逆転の発想や、モリアに死体流そう。死体じゃ治薬もロギアも活かせなさそうだな。シンドリーちゃんみてえな綺麗なお人形ができるだけだぞ。41歳がおままごとが死体ってんなら別だが。でも元とはいえ七部会の死体人形はかっこいいし、ちょっと欲しくない？欲しい。立ってるだけで雰囲気バッチリだし、もともと顔色悪いし縫い目もあるから死体でもバレなさそうだよな、遠目なら。まあ生きてるクロコダイルとの同盟、動く死体になったクロコダイルとのおままごと、どっちが長続きしそうかで言ったら後者かな。生きているクロちゃんとの同盟一日で破棄されそう、お互いの経歴汚すだけで終わる。
ローガドフラミンゴの頼み聞くかという壁もある。本人の治療なら絶対やりたくないだろうけど、この場合はドフラミンゴの被害者の治療だから簡単には突っぱねられなそうな気もする。ローが効くかどうかはタイミングによる。間に合う間に合わないで言ったら 100% 間に合わないだろうけど、技術の話ならホグバックも繋げそう。2、人間としての尊厳の所在は？海のクズともにそんなものあると思うか？今でこそゾンビ作る人みたいになっちゃってるけど、あの人もともと天才外科医だから、間に合うなら助けてくれるよ、手遅れだったら。まあ。ただアラバスタ国民と海軍を20年間騙し続けて国王と王女を殺そうとして、インペルダウンから脱獄して海軍大将の一人に攻撃しかけて犯罪組織立ち上げて海兵に賞金かけただけなのに。正直興奮したことを教える。仮に重篤な後遺症が残ってどうしようもなくなったクロコダイルを見たら、それはそれで興奮するんでしょ？それはもう興奮するに決まってんだろ。と、ミンゴが応急処置いっぱい頑張ってるみたいだけど、これで仮に回廊石を押し当てたらどうなるの？ルフィ、ありがとうございました。生首クロちゃん。すまんが生首クロちゃんはだいぶしこりていがある。まあ頭さえ無事なら勝ちの半分は生きてることになるよな。少々飛んだっただが20年周囲を騙せる知略はシンプルに強いし、まあそんな状態になったら本人が死を望みそうなのがネックだが。重篤な後遺症を患い自決すらままならないワニに、開口一番殺せと迫られるドフラミンゴの図、血が湧く、まあ生かしとく理由があるのかという話なのだが。ローだって、同盟組みたい奴の首切り落としたらうっかり吐き使っちゃった、助けて。とか言われたらどんなに嫌いでもドン引きと困惑が先に来るだろ。コラさんを蘇らせて国民全員のケツを舐めてこいとしか言えねえよ。悪魔の実って予想外の利用方法をされるとバグるみたいだし、生首だけで生き残っちゃったとして、カジュアルに持ち歩いてるドフラミンゴとかいう地獄が生まれるかもしれない。ダズが曇る。つかさされそう。ドレスローザ編に参加するダズ。どうするよ、ミンゴに無茶苦茶にされて角沸かされて。して。殺して。ってなってるボスを救いに麦わらの一味と合流するダズのいる世界あったら。戦争の時なら危険な脱獄衆を一人戦闘不能？にしたんだからむしろいいことなのでは。赤犬からルフィとジンベイ逃がしてくれる人間がいなくなるのがやばいが、クロコダイルがアラバスタの英雄やってる時だったらアラバスタとドレスローザ間で戦争を競う。あと七部会が七部会を独断で殺してしまった場合処分はどうなるんだろう。少なくとも首はなんとか繋げれたとして、2メートル50センチの高さから地面に落下した頭が無事かっていうと。っていうかミンゴはこのクロコダイルとまだ同盟組みたいんか？利用価値なくなったら同盟もクソもないのでは。とっさに首繋げたなら本来殺すつもりはなかったにせよ、クロコダイルの価値が失われたならそのまま捨ておくのでは、ダズがめちゃくちゃかわいそうだが。もともとなんでクロコダイルに執着していたのかわからないし、少なくともこのスレでは何か個人的な理由で気に入っていた前提だとして、無理やり生かしそう。救命措置取るくらいならもうそのまま殺してやれミンゴ、白ひげの前でクロコダイルもそんな醜態さらしたくないだろ。あの場にいてギリギリクロコダイル助けてくれそうな医療行為できそうなやつってマルコくらい？一応白ひげ側についた後なので、マジでギリギリだけど、助けてくれるかなぁ。マルコだって、何がなんだかわからないよい。だよ、ドフラミンゴの態度次第だと思う。とりあえずクロちゃんを生かしたいと思っていることは前提としても、戦争で急に味方になるドフラミンゴ？やっべ、って顔しながら地面に落ちるクロコの首キャッチして、そ、って突っ立ってる体に乗っけて、シュバババババって血管繋げ始めるドフラミンゴ想像してちょっと吹いてしまった。うわぁ、クロコダイルの首繋げながら、不幸中の幸いと言うべきか。切断面はものすごく綺麗で滑らかに見えるので、ズタズタにされたローの腕よりはマシだな。いや全然マシじゃないわ、首だわ死ぬわ。ダズが全力で捨て身の特攻かますけどドフラミンゴには相手にならんだろうな。おいたわしやダズ。復讐のために2年修行頑張ったんだろうな。でも無理だろうな。この世界線全部めちゃくちゃで好き。おいたわしい。ドフラミンゴもドフラミンゴで、ごめん、こんなつもりじゃなくて、って感じだろうし。肉体が生きてるならスナスナの能力自体は残るだろうから、下手に殺してリポップさせるのもややこしいことになるし、脳がやられてたら能力の制御が効かなくなりそうだから、回廊石で拘束して延命させながら飼い殺しが一番ありそうなルート。キッズ、生き地獄じゃん。
仮に何かものすごい奇跡が起きてダズが勝ったとしても、ボスを殺す権利を得る。っていう、何も得るものがないやつ。虚無。こうなっちまったらもうダズに殺してほしいくらいのことはありそう。このクロコダイル。人権を奪われた囚われのボスをきちんと殺してやるために覇気を習得するダズか。いいね。何のためにワニの能力が水に弱いと思ってるんだ。水につけて殺してやればいいんじゃない。ダズに切ってもらう時も目をつむることを勧めるダズの言葉を絶って、正面から己が最後を見据えて死ぬワニ。まず前提として他人の首をふざけて切ろうとすな。しまった、グーの根も出ない。ミンゴにすら悪意がなかったのが、目を覆いたくなる惨状に拍車をかけている。湿気あるどころじゃないよ。湿気しかない王国だよもう。シャボンな白人島だ。水没しとるやんけ。クロコダイルのドフラミンゴもダズもみんな不幸。ダズが特にかわいそう。この世界線のドレスローザ編のドフラミンゴファミリーだって、こんなわけのわからないヘイトの飼い方して困惑してるよ。そもそも若様がわけのわからないことになったワニ飼ってるのが原因なんだけど。飼ってる、って言い方がただれてて好きだわ。単に死なせたくなく助けたら生きず死なずの結果になってズルズルそのまま、双方惰性なだけなのにな。これ一応助けてもらった直後に、その助けてくれたワニがこんなことになってるの特等席で見てるエースも若干罪悪感ありそうだし、白ひげも割と曇らん。白ひげおじいちゃん人生の最後に嫌なもん見ちまったな。エース、乗る、その曇りテンションで乗れるの。クロコダイルの首が飛んだことで乗らずに生き残るエース、どんなバタフライエフェクトですか？なんならギリギリ残った余力で白ひげ海賊団を煽ろうとする赤犬の顔に砂飛ばして遮る嫌がらせ、マジで自分に先がないことを察したクロコダイル渾身の嫌がらせ、とかもしてそう。ワニ野郎そういうことすごくやりそう、首だけになっても食らいつくタイプだよ多分。ここで死ぬんだとその時は思ってたんだよね、なお。頂上戦争時、うわこれクロコダイル死んだな、ドレスローザ、うわこれクロコダイルあそこで死んでた方がよかったやん、なお。頂上戦争時に死んでいたら白ひげと同じ場所、同じ日に死ねていたのでマジで死に損なった感。うわ、ファミリーからめちゃくちゃ疎まれて好きあらば殺してやりてえって思われてるけど、若様が許しちゃくれねえからただ遠巻きに呪詛吐かれてる寝たきりクロちゃんに、唯一近づいて話しかけて簡単なお世話くらいはしてくれるセニョール概念好き。牛乳飲んで歯が生える世界だし、3秒ルールで首つなげばなんとかならんか。3秒ルールは草。セーフ。政府、必死。こんなことにするつもりじゃなかったからさすがのドフラミンゴも。ごめん。ってなりそう、謝って済む話ではないが。コラさんの時はまあ裏切りとかあったから向こうも悪いっちゃ悪いって納得することできるけど、これに関しちゃ 100% ミンゴがふざけたのが悪いからな。申し開きできねえよ。そもそもミンゴが、家族、でもない男を囲ってるってのがドレスローザの空気を重くしている。俺は医者だ。って叫びながら登場したローも、よりにもよってドフラミンゴにこいつも頼むってクロコダイル渡されて困ってるよ。エースと白ひげ海賊団からなんかすげえ恩義を感じられる羽目になるクロコボーイはまんざらでもないかもしらんが、当人が尊厳破壊されてるんでな。もしダズが合流して一緒にドレスローザ行くことになって、恩人が毎秒死を望んだまま生きながら得させられてるとか知ったらそっち方面にも曇らせやばそう。ワニとしては頭がそのままで体が動かなくなるより、頭が回らなくなる方が死にたくなりそうかな。体が動かないのもかなりの辛さだろうけど、頭がしっかりしてれば他人を動かして知略を巡らすことがまだできるのに対して、自信持ってたであろう頭脳がダメになるってのは相当答えそう。全身不随のクロコダイルに殺してほしいと頼まれるより、表面上多少の麻痺は残ってるものの、動けてるクロコダイルに殺してほしいと頼まれる方が曇りそう。ほんの少しだけしかできないけど、指先程度砂に変えて監禁場所からそっと外に飛ばして自分のとこまで殺してほしくて案内する麻痺ダイル概念。いいね、もはや無力な道案内の砂絵程度にしかならねえやつ聞く。殺しもしないで話しかけには来るドフラ、毎回何がしたいのか問われてそうだし答えられなくて。お前は何がしたい？って逆に聞いちゃってやべ。ってなるも思いのほか穏やかな顔で。俺はな、待ってる。と答えるクロコダイルに不思議がってたら、自分を殺してくれるダズを最後の力で導きながら待っていたみたいなやつだ。ここまで。てか、そんなつもりじゃ。が似合うスレある？一宿いたずらしたら相手が半身不随になったみたいな。なんとか一命を取り留めて目が覚めたクロコに安心したテンションで。ふっ、運がなかったなワニ野郎。とか軽口叩くも、
今まで見たことないようなぼんやりした目で、じっと見つめられて、ってなっちゃうドフラさん。たまに元に戻れなくなってる砂を一箇所に集めて、ふっふっふ、あんまり砂になってると体縮むぜ、ワニ野郎。と機嫌よく話しかける若もいい、多分精神的に壊れるのは若の方が早い。意図せず湿度が上がってしまう。意図はあったけどな、ふっふっふ。あの本当にすみませんでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。